外務省、ユダヤ難民取扱い規則は、このフミマロ外務大臣の名により、各在外交官庁へ1938年10月7日付で、発せられた機密の訓令である。本訓令の呼び名について、本訓令の起案文書の写しの欄外に、なお不都避難民の取扱い方に関する訓令と記述されている。アジア歴史資料センターのウェブサイトにおいて、外交官、 杉原千畝を紹介するページでは、本訓令が便宜的に規則と呼ばれている。昭和初期の日本の外務省におけるユダヤ難民の取り扱いとして、1938年4月、外務省、陸軍省、海軍省の幹部による外務省内の委員会、海峡及びなお太問題委員会が非公式に発足した。1938年10月5日に、 外務省が招集した、海峡及びなお太問題委員会幹事会においては、外務省、内務省、陸軍省、海軍省の21名の出席者により、ユダヤ難民に対する協議がなされた。この協議を経て、この英外務大臣より、在外交官庁へ発せられた機密の訓令が、本訓令である。当時、ドイツの反ユダヤ主義政策により、ヨーロッパから脱出する。 ユダヤ難民が多数発生していた。ユダヤ難民はアメリカや現在のイスラエルに脱出したが、アメリカへ向かうコースは大西洋を渡るコースとシベリア鉄道やインド洋航路で日本を経由して太平洋を越えるコースがあった。1938年10月5日、海峡及びユダヤ問題委員会幹事会の協議は1935年の内務、タクム 外務各省の協議、ドイツ避難民に関する件の規則では在委員、総領事からの受け訓練に対応できない、ドイツ旅券には本人がユダヤ人か否かの記載はないので、その入国取り締まりは容易でなく、また日本が公然反ユダヤ政策をとっているという印象を海外に与えてはならないなどいくつかの結論に至った。本政策はそれまであった。 ビザ発給資格の条件を大幅に厳しくすることで、ユダヤ難民の日本を経由した脱出を妨げる狙いがあった。もっとも、アメリカのユダヤ人移民に関する法案、エビアンカンファレンスが制定される1930年代、終わりまで、ユダヤ移民に開かれた国を見つけることは、不可能に等しかった。1938年10月7日付で、 外務大臣から各在外交換庁に対して発信された訓令にその内容が記されている。この訓令発令された前後には欧州の日本交換にビザを求めるユダヤ人が連日のように押しかけてきており、本国の訓令はその現状を無視したものであった。対処不能に陥った在外交換より等訓令について見直しを求める電報が数多く送られ、特に ウィーン総領事館の山地総領事は、外務省に対し1938年10月17日、一般的なオフトビト排斥政策を、シュールことは佐藤利不得策と思考すると打電している。在外公館からの悲鳴のような電報に、日本政府が動いたのは12月になってからで、12月1日に、陸海軍内務省との間に、事態打開のための協議を申し入れ、12月6日に、 方針を変更した、なおふと人々対策要項を決定することになる。なおふと人々対策要項に基づき、外務省は翌日の12月7日、有田八郎外務大臣から、訓令、暗号第3544号を在外閣交換庁に改伝した。この有田訓令は、この絵訓令。 米産機密号第百4 4 7号とともに1941年12月8日の台米戦線復刻時点において無効になっていた杉原発給通過ビザユダヤ系女性スーザン・ブルーマンに発給されたもの大量のユダヤ難民にビザを発給したことで知られる外交官杉原千恵は訓令が出された1938年当時 フィンランドのザイヘルシンキ構使館に勤務していた。その後、リトアニア在ウナス領事館に副領事として、勤めていた杉原は1940年7月から9月にかけて、困難な状況の中、外務省当局と駆け引きをし、記録上2000件以上、うち1500件余りが、ユダヤ系の通過ビザを発給、およそ6000人の難民を救った。 杉原の行為に関しては66年後に日本政府が示した見解が小泉純一郎総理大臣の答弁書にある。それによると3及び4について17について衆議院議員鈴木宗夫君提出杉原淳根元在家うなす日本国領事代理に関する質問に対する答弁書これらの文言が盛り込まれその翌々月外務省ウェブサイトにて 以下のように公開された一、外務省において保管されている文書により確認できる範囲では、昭和15年当時、ユダヤ人に対しては、一般の外国人入国取締り規則の範囲内において公正に処置することとされていましたが、杉原副領事は、外務本省の通過査証は、行き先国の入国許可手続きを完了し、 旅費及び本邦滞在費等の相当の携帯金を有する者に発給するとの指示にある要件を満たしていない者に対しても通過査証を発給したと承知しています。に、外務省としては、当時の上京した杉原副領事は勇気ある人道的行為を行ったと認識しています。よくある質問集、欧州1992年3月の衆議院予算委員会において、 渡辺道夫外相と宮沢喜一首相が杉原について発言している。さらに遡ると、1991年5月、中山太郎外務大臣がイスラエルに正式訪問し、公式の場において、日本国民の一人として人道に基づく、杉原副領事の判断と行動を深く誇りにする、という趣旨の発言をした。杉原千畝は、戦前に朝鮮と満州、 特に前者において支配者側の権利を存分に、行使したその戦後日本の周辺諸国との関係上、好ましからざる返歴、また、何より訓令を発した外務省当局への忠誠心の欠如とあり、外務省は戦後彼を礼遇し続けた。杉原は、この絵訓令、米三機密号第1447号に反した、ものの、ユダヤ人よりの安江の広大佐の働きかけで、 策定された、なお人々対策要項には合致しているという主張もあるが、外務省は、なお人々対策要項を、米産機密号第1447号と同様の趣旨であるとして、在外各交換庁に訓令、暗号第3544号を伝えたのである。ありがとうございます。